なんか違う車ない？あれ、ほらあれじゃん。じゃあちょっと今日の CM 撮影頑張ろうっと。とにかくワンズです。What's up YouTube、 ご視聴助かりまーすということで、こんにちは。寒いね、めっちゃ寒くなってきたよね。今日はね、境港のオネスのジョニーのところ、オネスとはワンズと呼びますけど、そちらに来ておりまして、カッパ号持ってるじゃん。普段乗りちょっとできないというか、あのホテルとか行けないじゃん。なんで新しい車を手に入れました。入れました。はい、これです。アコードセダン、しかも逆輸入の、はい、左ハンドルです。ホンダ版アメリカの車ですね。これ多分30年ぐらい前じゃないかな。多分俺が20歳とかもうちょっと行ったぐらいの時の車です。今日はなんとあのここのワンズさんがお正月に CM を撮るっていうことで、ちょっと CM の出演依頼が来たので来てみました。普通に地上波で、うん、お正月だけなんか流れるやつをとりあえず撮るみたいな感じで、はい、CM どうせ俺このまま出してもらえないと思うから、一回緑になってこようかな。そうです ね、はい、もう慣れたもんだから変身しますよ、はい、変身。おっしゃ、久しぶり。お久しぶりですね。どうも。いつものジョニーです。久しぶりです。どうも。来ました、またオネスのジョニーが、はい、ちょっとジョニーに相談なんだけど、ええ、今日はあれじゃん、 CM 撮影でまあ来たんだけど、はい、山陰は冬雪積もるじゃん。スタッドレスがないんだよね。車もなんかちょっともうトミーと2人でどっかちょっと行こうかって言ったら、ええ、クラクションピッピッピッピ鳴らされるし、なんか違う車ない？一台プレゼントしましょう。マジで、うん、ある、あります、あります。ちょっとだけなんかそんなことを小耳に挟んだから、うん、あざとく CM 撮影の日に、うん、持って帰る、ちょっと昨日持って帰りたいなと。ちょっと一回見てみましょうか。見てみる、見てみる。やっぱあれ、あれ、あ、ほらあれじゃん、来ました。これ何年式？これ平成2年式です。平成2年、32年前。アコードセダンのクーペはディーラーから出たやつだよね。ホンダオブアメリカディーラー車の左ハンドル、シビックとアコードと出たもん。あ、引く。冬これ大丈夫？キーを抜いてもキーが刺さってる音がしてる。本当だ、マジだこれ。おい、いい、ハンドルもかっこいい。ハンドルこれ純正は当時もうエアバッグだったのよ。 US 仕様だったから。運転席だけだもんね、でもね、この当時は。ネジがですね、緩くてよく取れるんで。これ本当だ、グスグスじゃん。いいのこれ、マジで。やった、また車ゲットしました。乗りでできるもん。できる。フレンドのよりちゃんも首かしげてたもん。お前なんかあのクロムハーツとかさ、はいはい、車とかよくタダで手にそんなもん、車とか手に入らんよっつって。俺はなんか入りそうな気がしてんだよね。ジョニーがいるから。ジョニーがいるから。稼いでもらうから、ジョニーに。近所のおっちゃんが軽トラくれたとかの次元じゃない、ね、次元じゃないよね、これは。もうこの単造ホイールがすごいじゃんね。ホイールもちょっとこれ用に作らせていただきます。すごいよね、これ3ピース、2ピース、3ピース、2ピースか。単造ホイールですよ、削り出し。フルオーダー仕様で。単造っていうのはアルミの塊から削り出して一方作る、部品部品を合わせるんじゃなくて、F1 のホイールとかさ、ああいうのは全部単造の。これは強度があって。じゃあちょっと今日の CM 撮影頑張ろうっと。ということで、ちょっと僕ここに協力してきますんで、協力して車をゲット。真ん中の方がいいと思う、可愛い子は。近さ的にはどんなもんですか？こっち側がいいですか？はい、下から通そうか、やろうか。やら、いやいや、お前が一番 やらせたくない。買ってもらったら、そこに服に、この顔、この顔取っといて、この顔。真面目か。あ、僕もですか、はい。途中で走ってきてもいい、喋り出したら。タイミングは大丈夫です。タイミングのカッパって言われてるんで。ワンズでーす。どうがいいのかな。俺はこうしようかな。ちょっと手広げてみてよ。ワンズ。なんか生音。とにかくワンズです。よくねー。
変わった人見つけたからちょっといい、ええ、突然だけど、どっから来られたんですか？鈴鹿ですね。鈴鹿って僕実はあのホンダに勤めてたんですよ昔。あ、そうなんですか。鈴鹿も行ったことあるんですけど、鈴鹿からここに何しに来たんですか？カスタムパーツを取り付けに。これを、はい、フロントのカーボン、はい、これを取り付けに鈴鹿から4時間半ぐらいつかないの鈴鹿でこれ。あのこのお店にしか。あ、やっぱり。あ、そうなんだ。ここ多いんだよねタイプR乗ってくる人が。これいつ買ったんですか？今年6月ぐらい。中古ですか？もう新車ないもんね、だって。新古車を探してもらって。走行キロ何キロで買ったの？3500。ああ、もうデモカーみたいなやつだ。趣味で人が買ってたやつだね、多分。めっちゃかっこいい。僕もシビック売ってたんで。今 2000cc だっけ？ 2200?2000。ちょっといいですか、中見て。ターボよ。ちょっと座ってもいいですか？はい、よし。これ今めっちゃかちゃ高いからね、これ。中古で。物がないんだもん。めっちゃかっこいいじゃん、カーボン。全部カーボンよ。内側。綺麗にしてる。なるほどね。三重県から4時間半。あっちに車屋さんあるだろうにね、まだ山ほど。ホンダ作ってる場所だからね、鈴鹿サーキット。そうなんだ。いや、ありがとうございます。何さんですか？関戸です。関戸さん、関戸さん、ありがとう。かっこいい車ちょっと撮らせてもらったんで、ありがとうございました。ありがとうございます。すごいよね、この日のために。なるほどね。だから俺は鈴鹿でホンダがわざわざここに持ってくるのがおかしいなと思う。だってもう本拠地じゃん。ホンダの聖地、本拠地だからあそこそこの人が来るっていう。ホンダ関係の仕事ですか？ここは飲食で。あ、また違うんですね、はい、これずっと乗ってたら値段上がるでしょ。これもうすでに上がってますね。上がってる。もう上がってる。上がってます。上がってるんだって。そうそう、買って。基本的に新車より高く買い取ってます。あ、じゃあ結構買う時も高かった？中古で高かったです。あ、やっぱ新車よりも高かったの？あ、全然高かった。あ、もうすでにその時高かったんだ。でもこうやって見たらシビックめっちゃでかくなったね。いや、幅が1800以上だからね。めちゃ早だからねこの車も。僕も持ってるんで、あのグランツーリスモで。あ、はい、よく運転してます僕。大事。早いです、マジで早い。 FF の大会に行ったら大体優勝するもん。それかルノーメガネっていうのがやっぱり最強なんです、ね、かっこいい。はい、ありがとうございました。すいません、どういうこと。ありがとうございます。バンズです。新車は国産全メーカー全車種取り扱っています。中古車売るのも買うのもバンズ。無料査定実施中です。コーティング、板金塗装もやっぱりバンズ。車のことならとにかくバンズです。